ディズニーシー楽しんでいきます。なんか思ったよりダッフィーグッズ混んでないんだよね。すごい、ガーランドカードを配ってる。今アーリーだとミッキーミニーちゃんが出てくるようになったから、ミッキーミニーとグリしたいな。今日もいつも通りアーリーグリしたら、あの整列のグリーティングプラザの並ぼうと思います。行きます。アーリーグリ混んでるかな。みんなアトラクション行ってるかな。ミキミニとグリしたいな。ミッキーとミニーちゃんペアではいないよね。離れてるよね。あ、こっちにチップがいる。デール、すごい、ドリームゴーラン流れてる。うわー、ミッキーの囲みすごいな。ミニーちゃんは離れてるね。
ございます。ごめんね、感謝してます。ありがとうございます。レイチありがとう。それではザンビーニ横からソアリンがどれぐらい待ってるか見てプラザの整列のグリーティングに行きます。やっぱここいいよね。40周年のデコレーションがたくさんあるから写真がたくさん撮れます。ソアリン、アーリーだと何分だろうな。今日でもダッフィーグッズ販売日なんでアーリー利用者多かったと思います。まあでもここぐらいまでだったら30分、40分じゃないのかな。結構でも後方まで列できてますね。まあ、なので朝7時がいつもありがとうございます。朝7時とかだとこれぐらい早く一般でも並べるんじゃないのかな。な、30分待ち。ソアリンは30分待ちみたいです。チョコレートにつけられたミニスナックケース上から開けるんだ。かわいいね今回の。反対側にダッフィー&フレンズもいる。それでは今日はアメリカンウォーターフロント側からパークを一周していきます。まずなんですけどリドアイルの後ろのキャラメルのフレーバー、平日なんですがちょっと待ち列長いですね。40周年のバケットだ。10分15分くらいお会計にかかりそう。そして次はアメリカンウォーターフロント、奥から行きましょうか。この目の前にある店舗マクダックスデパートメントストアが5月の18日本日から新グッズダッフィー&フレンズ販売のためスタンバイパスが必要です。まあ、ただね多分初日だけだと思うんだよね。2日目以降はもう落ち着くんじゃないのかな。今日は新グッズ販売のため一部のダッフィー&フレンズの新作のグッズを取り扱い店舗はスタンバイパスが必要です。そしてお昼前のニューヨークデリ、
空いてますね。普通に入れる。今日は風が強くないから嬉しいな。この前さ、バーク一周本当に防音マイクつけても風ゴーゴーなってたから、今日は風が強くなくて嬉しいです。ショー日和やな、屋外ショーパレード。そしてこちらブロードウェイミュージックシアタービッグバンドビートは基本的にエントリー受付ですけど、全公演自由席があって、初回公演は1階席2階席も含めて自由席です。2回目以降の自由席に関しては2階席のみなのでご注意ください。なのでいい場所でやっぱ見たい方は確実は初回公演がいいですね。外っていうか中も並んでるね。それではこのままトイストーリーマニアの待ち時間見ていきましょう。トイストーリーマニア100分待ち。次はタオーブテラ。タオーブテラもさっき待ち時間見たけどちょっと長かったですね。待ち時間は45分待ち。それではこのままタワーオブテラー横のタワーオブテラーメモラビリアで販売しているカプセルトイ見ていきましょう。タワーオブテラーメモラビリアで販売しているカプセルトイ、エコバッグです。そしてドックサイドダイナーは今日ダッフィー&フレンズのスーベニア取り扱いなんですけど、スタンバイパスなしで入店できます。スーベニアグッズも前に比べたらなんか落ち着いてる感じあるね。そしてドックサイドダイナーの前にあるハドソンリバーハーベスト、こちらはクレームブルレ風チュロスを取り扱いです。ちょっと列長いので20分ぐらいかかるんじゃないのかな。タートルトーク見ていきましょう。 SS コロンビア前渡りますよ。タートルトーク35分待ち。チップ、おはようございます。ありがとう。クラリス、
きね、あれ。2ラウンド、ハーバーグリーティング最高だった。そして今回のお茶屋のは特にね、ビュッフェね、食レポしてないんですけど、どれも美味しかった。まだね、このパンも食べてないし、スープもね美味しそうだし、お茶屋のね、マイルドって書いていて、ちょっとピリ辛なカリーも美味しいし、お子様でも食べやすい照り焼きソースのローストビーフもありました。中もそれでは13時40分前後なんですけど、アメリカンウォーターフロントの続きやっていきます。なんだかんだでオチェアの行ったり、もう昼ご飯食べたり、ダッフィーのグッズのスタンバイパスだったりで、今の時間になりました。パーク一周、今日はでもなんか待ち時間見た感じ、キャラオタさんが多いのかグリーティングが混んでんだよね。ダッフィーも案の定長い、待ち列がもうちょっと長くできてますね。60分以上かかりそうな感じだ。屋外までは列できてるね。60分待ちですね、ダッフィー。ミルクチョコレートも列ができてない。午後になってから急に風が強くなってきたんですけど、日差しが強いので、まあ、涼しい感じです。ただ汗はすごい出てます。今日は本当にモバイルファンとか、まあ、体を拭ける汗拭きシートとか必須って感じがします。今通り越したこちら、ごめんなさい、ケープコットクックオフは今日はスタンバイパスなしです。なのでグッズだけスタンバイパスがある感じだ。みんなダッフィー&フレンズのグッズと撮ってますね、お花を合わせて。真剣な人。そして今日はこのアントベックスビレッジストアはスタンバイパスが必要です。まあ、ただダッフィー&フレンズのレギュラーグッズに関してはスタンバイパスがいらないのでご注意ください。新作グッズだけですね。あとはここもか、新しいデコレーションに変わったの。ハブグッドボヤージいいですね。それではこのままケープコット出てポートディスカバリー入りましょう。今日浮山も待ち列少ないね。ここまでしか列できてないや。
5分くらいで浮山も買えそう。シーサイドスナック、今日はアクアトピア、すごい涼しそうだな、乗ったら。アクアトピア、時間あったら乗ろう。だけどありがたいことにね、エントリー受付がさっき2回目の回、3回目かな、14時20分から始まる回をギリギリにやったら当たって、なのでまた BB で戻ります。そして醤油バター、醤油バターも短いですね。モンスターズインクのバケット、今日みたいな日はお隣のアイスクリームワゴンがいいな。それではこの後はシーライダーアクアトピアの待ち時間見ていきましょう。アクアトピア15分待ち、シーライダーもちょっと待ち列できてて35分待ち。今片側が工事しています。これがね6月末までって言ってたかな、ちょっと長いんですよね。40周年だけど結構ランドもシーも工事が多いなって5月感じます。それではこのままロストリバーデルタ入りましょう。それではロストリバーデルタ入っていきましょう。いやー暑いですね本当に。今日は朝からアロハシャツで全然 OK です。まあ、だけどね昨日の夜は、昨日はちょっとやっぱり夜とかは寒く感じたかな。いや昨日は暑かったかな。でもやっぱりまだ雨の日とかだった、雨の日とかだとカーディガンとか上着類がちょっと必要だったりするので、まあこういう真夏日とかって言われる日は本当 T シャツとかでいいと思います。それではグリーティングトレイル、インディージョーンズの待ち時間見ていきましょう。ミッキー&フレンズのグリーティングトレイル、待ち時間何分だ。グリーティングトレイル、ドナルド40、ミニー35、ミッキー50分待ち。次はインディージョーンズ見ていきましょう。あ、ジャンキー、ユカタンソーセージドッグのワゴンも空いてますね。すぐお会計できる、インディー前。そしていよいよインディージョーンズ、インディ予想30分。今日ちょっと人入ってるよね、通路見た感じ。30から40ぐらいと予想。おお、ちょうど間だ、35分。それではこのままレイジングスピリッツの待ち時間見ていきましょう。相変わらずここのリトルグリーンマンのワゴンも空いてますね。土曜日はちょっと列に来てたけど、この前の5月6日。あ、そうだ、レイジングスピリッツ休止中なんだ。レイジング前のスパイシースモークチキンレッグも空いてますね。まあ、お昼の時間からずれてるっていうのもあるけど10分ぐらい。そして現在レイジングスピリッツは休止中で乗ることできないのでご注意ください。 C も休止多いね、ランドも多いけど。
それでは行ってらっしゃい、素敵な船旅を。皆さんこんにちは。このコースは私トミー・フィッシャーがご案内します。船で巡る東京ディズニーシーの旅、どうぞお楽しみください。ここはメディテレーニアンハーバー。美しい南ヨーロッパの街並みが心に残るロマンティックな港町です。ここはケープコット。赤と白の島模様の灯台が素敵ですよね。灯台は船から見やすいようにそれ高さやデザインが工夫されているんですよ。研究が行われているんですよ。それではアラビアンコースでやっていきましょう。結構ビリーブ1列目待ってましたね。ビラドナこの時間っていうかさ、19時20分でしょ。ってことは3時間前でも今日最前列人気だったのかな多分。まあちょっと早めに18時前にはビリーブ見れるようにちょっとパーク一周しさっとちょっと今回していきます。アラビアンコースはまずジャスミンのフライングカーペット、何分待ちだろう。ジャスミンのフライングカーペットは10分待ち。いやでも本当今日グリが長かったな。アトラクション深度も5分待ち。そしてオープンセサミーのチャイシュガーのチュロスも空いてますね。なんかさ、オープンセサーって言っちゃったけどさ、チャイシュガーって言おうと思ったらそっちが先に来ちゃったっていう早口で伝えようとするとダメですね。それではこのままちょっとアラビアンコーストは、まあ、パパッと見て、マーメイドラグーンもパパッと見ていきましょう。でも16時あたりかな、気温がね下がってきました。ようやく30度いってたのが今はね、 T シャツとかロング T シャツちょうどいいですね本当に。いやでもやっぱ暑いけどさ、夏ディズニー楽しいな。この暑さがいいよね。だけど本当これは7月並みの気温だった今日は。このジャスミンの噴水も全然並んでる方いないです。ジャマル君もね並んでないし、ここは以前お話しした通りアグラバーマーケットプレイス、ガラス商品を取り扱いですね。40周年のあ、キャラクター出てきてんのかな、なんか囲んでるね。ジーニーかな、デイジーかな、この感じデイジーかな。あ、アラジンジャスミンじゃん、やば、アラジンジャスミン、あ、ペアグリーンな、ペアいいけど我慢で、反対側は、あ、デイジーちゃん、デイジーがいる。違うね、こっち向き、お子様の向き、一緒に撮りたい方の向き変えといてください。こっち向きになって、そしたらデイジー後ろに来てくれるって、写真撮ろう。ほんとコロナ前のフリグリだ。パパデイジーがこっち来てくれる。こちらからそうさせてください。ジャファー、皆様宮殿の方へ戻ります。あ、そう、
いや最後豪華だったね。アラジン、ジャスミン、ジャファーにデイジー、すごって思っちゃった。マーメイドラグーンももう軽く見ていくんですけど、わスカットルじゃないと、フランダーのフライングフィッシュコースターがちょっと長いね。25分待ち。でも今日もなんか見た感じ外国の方が多いな。でもね、今日は国内の方も多いから、まあ6国内、外国の方4割ぐらいな感じする。セバスチャンのカリプソキッチンも17時15分前後、この時間帯あまり来ないけど空いていますね。それではいつも通りマーメイドトレジャーで今売ってるカプセルトイ見ていきます。それでは最後ミステリアスアイランド行きましょう。現在時刻17時25分。いやあっという間でしたね。ちょっと本当最後の方はパパパって感じなんですけど、また最後まとめたアトラクションの待ち時間見ていきます。ポテトチュロスも空いてるね。リフレッシュメントステーション。それではどうしようかな。海底2万マイルも見たいけど、センター海底2万マイルって見ていきましょう。餃子ドックはもう見た感じ列できてないんで、まあ、こっからも見れるけど、まあ、そこが最後尾か。だったら10分前後だと思います。ノーチラスギャレーこっちからも入れますね今日。それでは海底2万マイルじゃない、センターオブジアース見ていきましょう。センターオブジェアース60分待ち。海底2万マイルちょっと見づらいんですけど5分待ち。あっという間に17時半ですね。うわー、なんか午後から本当風が強くなってきた。現在さ、ウィークナイトとかも入ってきていて17時30分前後なんですけど、全然ミステリアスアイランドの入り口は、まあ、最前列取ろうと思えば取れますね、まあ、ただちょっと遠かったりはします。でもやっぱり2時間ちょっと前でも今日ここ埋まるんだ、まあ、ここ見やすいよね。私は結構好きだな、動画でも出してるけどミステリアスアイランド入り口近く。ちょっとこのままポンテベッキオと見ていきましょう。ポンテベッキオ、ビラドナとか見ていこうか。まだねフォートレスエクスプロレーションが確か6月30日まで工事なので見ることできないんですよ。浮き輪マンも空いてますね。リフレスコスめっちゃ風が強い。そしてファンカストさんが窓拭きしてる。窓ないけど、窓ないけど窓拭きしてます。このガリオン線の横ってさ、プリンセスのシーンが見づらかったりするんだよね。行きます。
でもね、この時間でも待ってる人が多いんだよね。今日はなんかビリーブが普段より混んでるだろうな。風が強い。ポンテベッキオはやっぱ2時間前でも最前列埋まってますね。おそらく3時間前でも今日埋まってたんじゃないのかな。まあでも一箇所ポツンって空いてるところとかあるけど、埋まりは早いですね、ポンテベッキオ。すごいね、ポンテベッキオ。もうリドアイルの広報も出てきてる。個人的におすすめはこのキャラメルのポップコーンワゴンの上のここの階段も結構見やすくておすすめです。誰も並んでないけどね。ただね、スピーカーが今出てる分だけかな。もう一個なんかスピーカーが確か出たかもしれん。こことかでもね、全然見やすいから私はいいって思うけど、これは前パーク一周でここから見た景色は紹介してますね。あ、スピーカー全部出てるかも。ここが被ったんだよね、見づらかったんだよね。もうちょっと左寄りだったら見やすいかも。あとはそのビリーブ中キャラメルがね休止してて、ビリーブ終わったら結構再開してて空いてたりしましたね。キャラメルも長いな。ビリーブの丸2のリドアイルも並んでた人から始まってますね、案内が。ここが最後尾だ。まあやっぱりビリーブ確実にいい場所で見たい自由席は3時間前か。平日で3時間前もすごいって思うけど、2時間以上前でも並んでる方やっぱ多いなって感じます。ここも全部自由席なんですけど、全部最前列埋まってますね。2時間前で埋まるか。だから1時間30分より前だったらもういい場所は2列目って感じですね。すごいね、本当に今日ビリーブ早い。全部立ち見です。ミッキー広場も今案内してるのがおそらく DPA の1の人たちで、手前側がバケパで、この後ろが自由席って感じです。ただね、ビリーブに関しては解説動画出してるんだけど、ミッキー広場ね、私見にくく感じていて、ミッキー広場で見るんだったらさっきのビラドナ前とかリドアイルまでのスロープが見やすいなって思います。しかし今日キャストさんにもお話ししたけど、やっぱ埋まり今日早いって言ってますね皆さん。あとはちょっと風が心配だよね。午前中風なかったのに急に風速が高くなってるっていう。DPA のこれ1番かな。それではいつも通り新商品のグッズエンポーリオで見ていきます。新しく今年のドナルドの誕生日のグッズが新発売です。ぬいぐるみと定番ぬいぐるみパッチ。4月15日から始まった40周年のグッズがとにかく少なくて、もうこういうね CD 関連とかが並んでたりしてます。ミッキーのぬいぐるみもお品切れになりました。ミッキーだけないの寂しいよね。新しく40周年の手持ちバルーンも新発売になっています。
あとは他にもドナルドの新しいレギュラーグッズが新発売になりました。これはね、ソープトレイです。バスタオルとかも可愛いね、フェイスタオルとか。はい、ということで5月平日の東京ディズニーシーのパークを一周してきました。ディズニーシーはランドに比べたら混雑は落ち着いているけど、やっぱりグッズ販売日でキャラクター好きの方が多かったのか、グリーティングの待ち時間がとにかく長かったです。あとは初めてオチェアノのテラス席でハーバーグリーティングを見たんだけど、この前パーク一周で紹介したビリーブの時は奥側のテラス席で、今回手前側のテラス席だったんだけど、手前側のテラス席が思ったよりもスピーカーとか一部のシーンは見やすいんだけど、ザンビーニとか送り迎えの左側だけ手前側のテラス席が思ったよりも見づらくてびっくりでした。ぜひこれから東京ディズニーシーに行く予定の方が今回の混雑状況など参考になっていたら嬉しいです。それではまた動画更新します。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるのでフォローお待ちしております。それではバイバイ。